出し本勝ち決めましょうか。本当は晴れているとここで絵を描きたいところだったですよね。綺麗ですね、このアングルも非常にですね。雨の本願寺、なかなか、うわすごいですね。本当に初めて来ました。バスとかからよく見ますよね。この金も美しいですね。なんか新しいですよね。修復してるんでしょうかね。うわすごいですね。この砂利の音も大好きです。若い頃ですね、学生の頃ですね、よく神社仏閣を見に行っている勉強させていただきました。このポツポツポツもいいですね。内側が白く塗られてるんですね。非常に気持ちがいいですね。ダイナミックですね。ちょっとここ座らせていただいて、さっき購入したトラディオですね。結局トラディオですね、購入しました。気持ちがいいですね。ここは結局プラマンのトラディオを購入ですね。トラディオ550円、こんな安かったでしたっけ。1600円ぐらいのイメージなんですけども、まあ、このペンが一番安心して書けますね。そしてノートは最近気に入っている無印良品のものですね。これは本当に気に入ってますね。ちょっと横書きで書きましょうか。まずアングルですね。パッと座った形ですけども、こちらのアングルを書くか、またはこちらのアングルを書くか、これもいいですね。柱があって見えて潜り門があって、そして山並みがある、こっちはちょっと難しそうですよね。時間かかるので、こちらをちょっと描いてみたいと思います。まずはこの手前のこのラインですね。このラインをまず画角で水平に合わせましょうかね。少し、どうしようかな。少しこのぐらいですね。この画角に合わせて、少しこれを入れようか。こういう感じかな。これがまた迫力ありますね。そしてこの柱から伸びている手すりをですね、少し斜めに描きたいと思います。
ちょうどこのグリッドがですね、水平線を奏でていくということですので、非常にまあ書きやすいですね。本当に水平よりは若干斜めで書きました。そしてこういう感じか。途中で端。でズドーンと通っていると実に気持ちがいいですね、して少しずつ少しずつ書いていきましょう。と言ってもあまり、今日は仕事なので時間はないんですが、こういうスケッチを楽しみますね。このトラジオですね、こういう細いラインと太いラインが描けるので非常に楽しみますね。そしてズドーンといくと、今この手前の手すり、こちらの手すりを書いて、こちらの大きく柱を書きました。で次ですね、こちら柱をズドンと書きたいと思います。だいたいこの裏道かな。雨の日のスケッチもなかなかいいですね。雨音が非常に癒されます。そしてもう一つは、何か歌ってます。まずは大屋根のあたりを取って、どういうバランスがいいかな。これは点線で十分だと思いますね。ダイナミックですね。
感じに仕上がりました。楽しい時間でしたね。はい、今回は京都の旅出張ですけども、楽しみました。まあ、新幹線の楽しみ方、そして今回はちょっとペンを忘れてきましたので、ペンをちょっといろいろ探しましたけども、結局、このトラディを出しましたね。そしてこういうところですね、雨音を聞きながら絵を描く、この時間も、素敵だと思います。この後ちょっと仕事なので、ちょっと食事をしながら楽しみたいと思います。もしこの動画がなった方はいいねボタン、チャンネル登録もします。ではまた次のお会いしましょう。